エンハンスドグラフィックスアダプター。エンハンスドグラフィックスアダプター。エンハンスドグラフィックスアダプター。エガは IBM が1984年に開発したディスプレイ企画である。グラフィックモードで640、350、64色中16色が表示可能。エガは1八十四年十月に IBM より発表された。PC、AT の発売直後だが、PC、 AT 専用ではない。e g 企画は1987年に PS2 と共に発表されたマガ及び VGA に置き換えられた。VGA が発表される少し前にジェノアシステムズ、ゲノアシステムズがプロプライエタリなチップセットを搭載したハーフサイズのグラフィックカードスーパーエガを発表した後期のカードはスーパー VGA と同様に VGA で拡張されたモードをサポートした。e 画は最大 640X350 ピクセルの画面解像度で64色のパレットから16色を選択して同時に表示する。e 画カードは追加のグラフィック機能をサポートするシステム BIOS の拡張のために 16KB の r ーを搭載し、また、旧来のグラフィックコントローラー MDA、CGA で ビデオタイミング信号を生成するのに使われていた、モトローラ MC6845 チップと、広報互換のモードを持つカスタム CRTG を、載していた。640X350 コ解像度モードではピクセルあたり赤、緑、青の角2ビットずつ、それぞれの原色に4階調の輝度を設定でき。 それらを組み合わせ可能なパレット、計64色から16色を選択できた。e 画は CGA の 640X200 よび 320X200 グラフィックモードのうち16色バージョンを搭載していた。e 画四4ビット16色グラフィックモードは CPU のビット演算によるビットプレインとマスクレスタの複雑な使用方法としても知られ、 VGA や多くの互換ハードウェアに継承されることになる早期のグラフィックアクセラレータを構成するものであった。絵側350ラインモード時に 21.8kHz、200ラインモード時に 15.7kHz で駆動するデュアルシンクである。オリジナルの CGA モードも存在するが、絵は、CGA とのハードウェア互換性は完全で灰。絵ボード上のスイッチの設定を変えることで、 MDA 用モニターを使用できるものの、この設定では 640X350 コ解像度モノクログラフィックと、標準、MDA テキストモードのみが利用可能である。エガカードは、ISA バスを採用し、当初は8ビット版および16ビット版が用意、されていた。オリジナルの IBM 製、エガカードは6 4イトのオンボードラムを持ち、6 4イトを、 追加するためには、ドーターボードを必要とした。6 4イトの映画カードでは640、X350 モード時は4色に制限される。ほとんどのサードパーティー製カードは1 2 8キロバイトが実装済みで、一部は2 5 6キロバイトを搭載して、複数のグラフィックページをサポートした。いくつかのサードパーティー製、映画互換品、特に、 ATI テクノロジーズやパラダイス、現、ウェスタンディジタルのボードガラレルは 640X, 400, 640X, 480, 720X, 540などの拡張された、グラフィックモード、モニター種別の自動検出、CGA モニターを使うための400、Line i n t ー r ースモードをサポートしていた。テキストモード、絵がグラフィックモード。 サードパーティー製ボードの拡張グラフィックモードとエガパレットはすべての16色 CGA カラーを同時に使用することができ、これらの色はそれぞれ計64色から選んで置き換えることができた。これは追加のディスプレイハードウェアなしで CGA 特有の茶色を表示させることも可能にした。後の VGA 規格では64色をさらにカスタマイズすることができた。 拡張カラーパレットは200ラインモードでは使用できなかった。絵がパレットから色を選択するとき、赤、緑、青チャンネルに2ビットが使用される。これは各チャンネルが0、1、2、3の値を設定できることを意味する。マゼンタカラーを選択するには、赤と青の値を中輝度、十進数で2、またはバイナリ値で10として、緑の値をオフ、0、 にセットする。64色、絵がパレットで指定値を計算するとき、指定するバイナリ値の書式は、RGBRGB、小文字を、チャンネル軌道の最下位ビット、大文字を最上位ビットとする。マゼンタであれば、赤と青の最上位ビットは1なので、大文字の R と B の場所が1になる。残りの桁は、すべて0となり、マゼンタカラーを表すバイナリ値は、000101となる。 これは重心数で5となるから、パレット指定に5をセットすることで、マゼンタが選択されたことになる。すべてのデフォルト色のカラー値を次の表に記述する。映画は CGA 端子と同じ9ピンメスの D サブ端子を使用する。ピン割り当てを含むハードウェア信号インターフェースは CGA とほぼ互換性がある。その違いは3つのピンが映画のセカンダリア RGB 信号となっていること。 詳しくは CGA ではピントされていたのが、ピントされていたのが、予約ピントされていたのがに変更されている。映画が CGA と同じ操作レートのモードで動作している場合、CGA モニターへの接続は正常に動作するが、モニターが日ピンをグラウンドに接続している場合は、映画の出力をグラウンドに短絡させるとになり、映画アダプターの損傷につながる恐れがある。ほとんどの映画カードは、 カード背面にモニター種別を選択するためのディップスイッチを持っており CGA が選択されているとカードは200ラインモードで動作しテキストモードでは 8X8 ピクセルフォントが使用される350ラインモードには切り替えることができず拡張からパレットも使用できない映画が選択されるとカードは350ラインモードで動作し 8X14 ピクセルフォントが使用される。しかし、グラフィックモードは 640X350X2 のみが使用できる。IBM5154 映画モニターは特殊な IBM5153CGA 互換モードを備えていて CGA 相当の同期信号で動作しているときは自動で CGA のピン割り当てに切り替え、 先に述べた問題を回避するようになっている。エガグラフィックモードはプレーンアクセス方式で、これは CGA やハーキアリーズモードとは対照的である。ビデオメモリは4ページに分割され、2ページを持つ 530X350X2 を除く、それぞれジビー色空間を持つ。各ビットは1ピクセルを表す。赤ページの1ビットが有効にされると、 他のページの同等のビットがセットされていなくても、画面上の指定位置に赤色のドットが現れる。同じピクセルの他のプレーンすべてのビットも有効にすると、それは白色になる。各プレーンのサイズは、8KB、200ラインモードと 640X350 ピクセルに、2、16KB、64KB ビデオラムでの 640X350 ピクセル。 32KB、32 128KB ビデオ、RAM での 640X350 となり、CPU アドレス空間のセグメント A000 に割り当てられる。それらはバンク切り替え方式で、一度に1プレーンのみ読むことができるのだが、プログラマーは書き込み先のプレーンを、絵がカードのコントロールレジスタにセットする手法を取っていた。したがって、 読み込みは常に1プレーンのみだが、書き込みは全てのプレーンに一度に行うことができた。広報互換性を確保するため、カラーテキストと CGA モードは、セグメント B800、モノクロテキストは B000 に割り当てられた。映画では、で -9 メスコネクタが使われている。ピン番号は、上段が1から5、下段が6から9で、 どちらも右から左に番号を割り当てた状態のピン。割り当てを次に示す。注釈。出典。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。